人通りの激しい午後の街。鎖の取れたペンダントが道端に落ちていた。どこにでもあるよ。のペンダントだった。いつもならそんなものは蹴飛ばして通り過ぎるのだけど、その時は平の上で転がしていた。まさかと思ったが本当だった。裏に削ってあったイニシャルで分かった。それはもう随分昔のことだけど、俺が恋人に送ったものだった。彼女もこの道をのだろうか。それにしてもなんで今頃こんなものがこんなところに落ちているのだろう。ああ、俺たちはもしかしたら知らない間に何度もすれ違っていたのかもしれない。あれから何年も経ったのだから、お互いが変わってしまって気づかなかったのかもしれない。それを